殺人ジョークは、イギリスのテレビ番組、空飛ぶモンティ・パイソンからのスケッチコメディである。ジョーク戦争、世界一面白いジョークとしても知られている。このスケッチは、シリーズ1の第1話、カナダはどっちだに登場し、初の大当たりとなった。映画、モンティ・パイソンナウにおいて、中作スケッチの一つとしてリメイクされている。日本では、このスケッチを、殺人ジョークという題名で、 一般的に言及するが、脚本によるとこのスケッチのタイトルはザ・フニースとジョーク・イン・ザ・ワールドとなっている。英語圏ではキラー・ジョークよりむしろザ・フニースとジョーク・イン・ザ・ワールドがこのスケッチを言及する題名となっている。作中では軍事使用目的に以前に作成されたジョークが存在するという設定がある。また、ドイツ語に翻訳されたジョークがこのスケッチでは 音読されるが、これはドイツ語風の単語をいい加減に並べたナンセンスなものである。このスケッチでは資料映像や写真が多数使われており、その字幕の置き換えがされるといったコメディ手法をとっている。舞台は第二次世界大戦中。イギリス人の売れない作家、アーネスト・スクリーブラーは世界一面白いジョークを書き上げるが、自ら笑い意志にしてしまう。彼の母親は、 息子の死に気づき、驚きすすりなくが、息子が手にしている原稿に気づき、それを読んでしまい、彼女もまたヒステリックに笑い死んでしまう。犠牲者を出し続けるジョークに対し、スコットランドヤードの勇敢な警部が憂鬱な演出を重ねた上で回収を試みるが、彼もまた犠牲となってしまう。ジョークはイギリス陸軍によって回収され、兵器としての検証とテストの後、 ドイツ語に翻訳されることになる。安全確保のため、翻訳者は一人一語のみ担当。そして、英米兵は、理解できないが、ドイツ兵だけが理解できるジョークが完成し、兵器として1944年7月アルデンヌの戦線に投入され、大戦火を収める。甚大な被害を受けたドイツ軍は、捕虜への拷問と研究を重ね、対抗し、v 号ジョークを作成するが、 ドイツ人のジョークはつまらないため失敗する。その後、平和が勃発し、国際条約でジョーク兵器は禁止され、語られることなくイギリスの固い中で永久の眠りにつく。このスケッチは10分という比較的長尺のもので、メンバーそれぞれが複数の役を担当している。このスケッチは、空飛ぶモンティパイソンの初回で放送された。なお、アンドナウバンでは、 ジョークの人体実験を行うシーンでギリアムが登場している。以下、スケッチでの登場順にメンバー、役柄を記載する。ありがとうございます。